はい、というわけでご覧いただきました。いかがだったでしょうか。まあ、今回ね、使ったカメラ、ファーストライト、実質ファーストライトのこの α7C というカメラに、この 21.8 のレンズですね、この G レンズ、まあこうやってつけてみると、このカメラがね、あまりにも小型軽量なんで、こっちが大きく見えてしまうというぐらい、このカメラ本当にね、コンパクトで APS 機かなって見まがうぐらいの、このサイズ感ですね。で、重さも実際軽いんで、この軽いジンバルであるモザミニ P ジンバル、これと組み合わせて、で外に持っていて、このようにね、まあ、今回は Vlog、シネマチックな Vlog の撮影をしてきました。まあ、私ね、普段あんまり自分を入れて作品風に音楽入れてということをやらないんですが、やってみたらですね、いや結構面白いし難しいですね。はい、なかなかね、私ね、なんていうのかな、こう家族と過ごしてる時にそんなに笑顔で笑ったりはしゃいだりとかってことしないんで、皆さんいかがですか。でそれをさらにね、カメラ回ってんのに自撮りをして、でわーってこうやってるっていうのを全然できないんで、やっぱね難しいなって。この楽しいっていうのを表現する、カメラ回してるのに自分のこの喜びを表現、ストレートにやるっていうのは、いや本当ね、 Vlog やってる方ってすごいなって、感情豊かだし表現力豊かなんだなって思いました。私は普段は自撮りじゃなくて、向こう側を撮ってカットを並べて、音楽乗せて作品にするというスタイルを撮っているんで、まあ、ちょっとね、違う工夫とかが必要になってくるのかなということでね、非常に勉強になりました。
はい、今ねすごく Vlog が流行ってるということで、若い方だけじゃなくてね、若い方だけじゃなくて、私みたいなちょっと年いった人でも年相応の音楽を乗せて、まあ年いった相応の何かね、まあビデオブログというのは、可能性としてね、表現幅として、アピールしていけるんじゃないかなと。何もね、若い方だけのものじゃないと思うんで、まあ私もね精進しながらちょっとずつ、勉強していきたいと思います。はい、今回ねこの搭載したモザミニピージンバル、はい、これね当店で扱っております。当店でねクーポンお値引き実施しておりますんで、もし興味ある方はですね下の商品欄見ていただいて、私にねメールいただけたらクーポンでお値引きいたしますんで、よろしくお願いいたします。いや改めてね非常にこう小型軽量で折りたたみもできるし、まあああやってね家族で移動するときに非常にこう適したジンバルじゃないかなっていうふうに思います。フルサイズのカメラも乗っちゃうし、コンデジもちろんで、スマートフォンとかアクションカムも、まあ、いろんなカメラが乗っちゃうということで、ジンバルのねエントリーモデルとしては非常にこう適してると思います。はい、であとですね、これちょっと映像では見えませんが、このマウントの中にですね STC クリップフィルターですね、ND フィルターを外で使われる方、もう中に内蔵させておけば、特にレンズ交換を頻繁にやられる方は、もう中に ND8 とか16とか64というのをこう埋め込まれるタイプの、そういうフィルターを当店で扱ってます。このね、STC クリップフィルター、下にね、商品説明にリンク貼っときますんで、そちらの方もご覧になってみてください。はい、そういうまあいろんなこう、あの手この手を使ってですね、今回ね、ちょっとシネマチックに、まあ、シネマチックっつってもね、何をシネマ、まあ、シネマと定義するかというところって難しいと思うんですよ。まあ私のはまあ一つのね、まあ一例だと思ってご覧ください。シネマっつってもね、ハリウッド映画見ていただくとわかりますように、ローコントラスト、ハイコントラスト、ローキー、ハイキー、いろいろあります。はい、ですのでこれがシネマなんだよって定義つけることはできないので、はい、ですので皆さんねそれぞれお好みのトーン色っていうのをね追求していただけたらと思います。そこもねまたねこの趣味の楽しいところじゃないかな、奥の深いところじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんなわけでねぜひね当店今後ともねこの α7C 使っていきますんで、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。